アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャーです。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X3WEST 第4節、トライスターズ対アイランズの一戦が、クラブアイランズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始、前の試合の影響ありまして、14時30分キックオフと予定は変わっております。早速ですが、両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日、手前側、ホームスタンド側に、陣取りまして、ホームチームとしてこの試合に備えます。ホームチームカラーのユニフォームをまといました。鮮やかなオレンジユニフォームをまとっておりますトライスターズです。1974年にアメリカンフットボールが好きな愛好家が集まりまして、アメリカンフットボールチームトライスターズができました。アシアトライスターズとして発足しております。楽しさと勝利両方を得るため、スタンド一体となってチーム作りを行っている非常にフレキシブルなチームです。在野にあるアメリカンフットボールの選手たちを救済、そして育成しつつ、そして病室とフィールドをつなぐホスピタルフットボールにも参加し、アメリカンフットボールからいろいろな形でその普及そして促進に活躍をしております。在野の U トライスターズがこの試合のホームチームという形になっております。それに対する格好で反対側に陣取っておりますが、同じく地元にあります芦屋の方で、その拠点活動しておりますクラブチーム、クラブアイランズです。こちらは、株式会社ワールドが社内メンバー中心になりましてチームを発足しました。当時はワールドアイランズという名前で活動していたチームです。活動時期長く非常に、30年以上にわたり、活動しておりますチームですが、現在はノンスポンサーとなりながら、しかし、芦屋市の水のスポーツクラブなどで、活動練習を、拠点としまして、在野にあるアメリカンフットボーラーに対するその拠点となるべく奮闘しておりますクラブチームが、両友この試合の最終節を飾る一戦の、対戦する形になります。このチームの両選手に、それぞれ事前にインタビューさせていただきました。この試合にかける意気込みを、皆様の耳に届けたいという形で、語っていただいております。試合に先立ちまして流させていただきます。自己紹介お願いいたします。はい、クラブアイランズ5番、クォーターバックをやっております小原です。クラブアイランズどういったチームですか？はい、前節で2年ぶりの勝利を収めまして、チームとしては非常に勢いがついております。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、私は前節から加入したんですけども、チームに明るく迎え入れていただいております。チームの皆さんに貢献できるようにしっかり今回も勝ちたいと思います。期待します。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。自己紹介お願いいたします。トライスターズ QB15 番の木田守です。トライスターズどういったチームですか？今年は1勝2敗と、ちょっと負け越してるんで、今日と次回しっかり勝ち越して、勝ち越してシーズンが終われるようにしたいです。今日の試合についての抱負をお願いいたします。この3試合今ディフェンスチームが引っ張ってくれてるんで、今日はしっかりオフェンスが引っ張って勝利できたらなと思ってます。期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。両チームのクォーターバックにこの試合にかける意気込みを語っていただきました。熱意あふれるメッセージありがとうございました。さあ、その思いを叶える形になるのは果たしてどちらのチームとなるでしょう。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これよりコイントスに入ります。令和6年11月4日、場所は、大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグウエスト第4節、
トライスターズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われます。両チームこれよりコイントスに入ります。手前側に陣取っておりますのがホームチームのカラーであります。チームカラーのオレンジをまとっておりますトライスターズです。奥側に陣取りますのがアウェイという形になりますクラブアイランズです。トライスターズキックオフ、クラブベアーズ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。さあ両チームサイドラインで檄を飛ばし、これより試合開始となります。まず試合はトライスターズのキックオフで始まる形になります。トライスターズキックオフキッカーは13番の中塚克といいます。森宮医療大学出身のプレイヤーです。大学時代そして学生時代通じてアメリカンフットボール未経験ながら、この X3 のチームの正キッカーとして活躍しております。対しましてクラブアイランズリターナーには10番と85番を配置する模様です。10番は北川関西学院高等部出身、85番は梅原神戸大学出身です。さあアイランズリターンに入りました。これはナイスリターン。リターンは10番右側をつきましてサイドラインを駆け上がりました。アイランズリターンに入りました。機能しておりましてアイランズ陣38ヤード付近確保し、この位置からクラブアイランズの攻撃という形に変わります。これはナイスリターン。攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブアイランズ自陣38ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずジェットモーションスイープを使いました。オフェンスは1人だけ動かしていい、バックスを横に走らせましてそのまま加速して左奥を突くジェットモーションスイープ、これを85番に託しまして、85番ディフェンス佐藤須中、これを見事にボディ部分駆使して約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。さあまず最初のスピーディーなランを展開しましたのは85番の梅原でした。神戸大学出身です。クラブアイランズセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック5番、左に展開していたワイドレシーバー81番にパスを投じましたが、わずかにそのパスショートしましてパス不成功。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃という形に変わります。従いましてクラブアイランズ
攻撃権1つ進みましてサードダウン3回目の攻撃に変わります。さあこの7ヤードをこのプレーで突破できるでしょうか。クラブアイランズサードダウン7。パス成功、ファースター。クォーターバック5番プレイアクションしまして、そこから右にロールアウト、ディフェンスを引きつけながら右に大きく迂回し、そのままワイドレシーバー11番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースダウン。鮮やかなプレーアクションで、パスを投じ攻撃を前進しましたが、クォーターバックは5番の小原、京都大学出身。それを取りましたワイドレシーバー10番北川は関西学院高等部出身です。さあ相手陣入ってのファースダウン点。さあ今度はヒッチパス、真横に近い前パスをワイドレシーバー87番に通しました。そこから87番キャッチアンドランしまして、相手陣入ってのファーストのゲームを果たしております。タフなキャッチアンドラン決めましたのは87番のオチ、大阪経済大学出身のプレイヤーです。 AG51。 クラブアイランズセカンドダウン4、ボールオン相手陣38ヤード。今度は中央へのランプレーです。42番ハンドオフから中央突破を図りました。しかしこれは、トライスターズのディフェンス陣押し返しまして、17番筆頭にこのランプを2ヤードのゲインにとどめております。3番に参ります。クラブアイランズサーダウン2、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離2ヤード。成功、ファースター。クォーターバックはここで右にロールアウトして、ワイドレシーブランニングバック42番にパス、これを42番キャッチしまして、相手タックルを受けながら前進し攻撃権更新果たしております。クラブアイランズファースター。見事なパス攻撃を披露するのは5番の小原、京都大学出身。そのパスをキャッチしましたが42番の山崎です。滝川高校出身のバイスキャプテンです。さあ相手陣29ヤードに入りましてのクラブアイランズファースダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。ここで、クォーターバック1一旦フェイク、手前にいるレシーバーにヒッチパスを投じんとしたところ、それをフェイクして奥のレシーバーにパスを投じました。しかしこのパスを最終的には、パス不成功、ナイスパスカット。トライサーズディフェンスバックがパスカットしまして、パス不成功として終わります。素晴らしいパスディフェンスでした。クラブアイランズセカンドダウン10。さあここでロングパスを投じましたが、このパスはインターセプトとなっています。しかしここでイエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエスが落とされますと、これは反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前にディフェンス選手相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングという形になります。5ヤードバッターになります。従いまして先ほどのプレー自体が無効となりまして、オフェンスは5ヤード前進してセカンドダウンやり直しという形になります。この結果クラブアイランズセカンドダウン5で試合再開です。相手陣24ヤードからクラブアイランズセカンドダウン5。成功、タッチャー。
この状況を一気にタッチダウンに仕留めました。クォーターバック5番左にロールアウトし奥に走り込んだ85番にパス。85番エンドゾーンで倒れ込みながら見事このパスキャッチしました。タッチダウン、クラブアイランズ先制となるタッチダウンを上げまして6点獲得となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このトライ4ポイントのキックは失敗しまして6点止まりです。クラブアイランズ6点、トライスターズ0点。しかし、クラブアイランズ見事なパス攻撃によりまして先制となるタッチダウンを上げる形に成功しております。セカンドダウン5、ランプレーを挟んだプレーアクションで一旦フリーになったクォーターバック1、その石の隙を突き奥に走り込んだワイドレシーバー80番見事にキャッチしましてタッチダウンを獲得としています。鮮やかなプレーアクションを決めたクォーターバック5番の小原、京都大学出身。このパスを見事にキャッチしましたのは85番の寺崎です。大阪体育大学出身です。さあ実に鮮やかな攻撃を展開しましてクラブアイランズは先制となる得点を挙げる形に至っております。その得点を挙げましたトライス、アイランズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールは得点を挙げた側がキックオフし試合を再開いたします。アメリカンフットボール得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にさらにワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点加点、さらにエンドゾーンに持ち込むと2点加点できます。これ以外の点数としては自殺点、自分たちのエンドゾーンで倒されるセーフティーの2点があります。これらの得点組み合わさりまして試合を決着する方式になっています。さあこのキックオフをトライスターズリターン入ります。果敢に中央を駆け上がりましてトライスターズ自陣38ヤード地点確保し、この位置からトライスターズの攻撃となります。さあ先制点を許しましたトライスターズですが、ここから反撃なるでしょうか。ボールオン自陣38ヤードからトライスターズファーストダウン10。ナイスダウン、ここはまずランプレーが非常に大きく前進となりました。まずトライスターズはランプレーから入りました。ランニバック41番ハンドオフを託されまして中央に突入し、見事オフェンスラインのブロックも生かして約9ヤードのゲインを果たしております。ナイスダウン、まず最初のランプレーを見事に決めましたのはランニバック41番の山本です。手塚山大学出身です。トレサーズセカンドダウン残り1ヤード、中央のランプレーファースター、ここで T フォーメーションからのランプレーを展開しまして見事攻撃権更新を果たしております。クラスカルですが非常に確実なランプレーによりまして前進を図りまして相手陣に入りました。相手陣47ヤードからトライスターズファーストダウン10。ナイスゲーン、ファースト、これはナイスキャッチ、ナイスゲーン。クォーターバック15番、今度は外に展開していたワイドレシーバー9番にパス。9番これをキャッチしましたから、そこからヒットを受けつつセカンドエフォートで約9ヤードのゲインに変えております。これはナイスキャッチ、ナイスゲーン。パスを投じましたクォーターバック15番は木田、三田小生高校出身のチームキャプテン。パスを取りましたのは9番の太田です。南山大学出身のプレイヤーです。
さあここでは中央へのランプレー、攻撃権更新ファースター。ここでアイフォーメーションからテイルバックの41番にボールを持たせまして、中央突破し見事攻撃権更新果たしております。トライスターズファースター。ここでは中央へのランプレー、確実に攻撃権更新果たしましたな。41番の山本でした。手塚山大学出身。さあ相手陣35ヤードに入りまして、トライスターズファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでトライスターズリバースプレーを展開しました。一旦逆サイドにプレーを展開して、その反対側から走り込んでくるエンドにボールを持たせました。2番その逆をつきましてスピードによって一気に攻撃権更新果たしております。トライスターズファースター。見事攻撃権更新を果たしましたが、2番の大畑でした。大阪商業大学出身です。さあ相手陣24ヤードからトライスターズファーストダウン10。さあランを重ねます。今度はアイフォーメーションからランニングバック41番に託しまして、中央突破を図りました。これはしかしアイランズのディフェンス陣奮闘しまして、3ヤードのゲインでとどめております。さあランを重ねタックルしましたのはアイランズ91番の大山でした。広告高校出身のルーキーです。トライスターズセカンドダウン7。パス成功。今度は右に展開していた9番にヒッチパス、短いパスを通しそこからキャッチアンドランを図るというところ、しかしこれはアイランズのディフェンスに集まりましてゲイン2ヤードにとどめております。しかしタフなキャッチを取り決めましたのは9番の太田でした。南山大学出身です。トライスターズサードダウン5。さあクォーターバック自ら行きました。ランをフェイクし右オープンに展開、その走力で攻撃権更新を図らんというところ、しかしこれはアイランズディフェンス陣奮闘しまして攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあクォーターバック4-3-3 フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス34ヤード。キック成功、3点獲得です。トライスターズこのフィードゴール13番中塚見事に成功させまして3点返し形に成功いたしました。この結果スコアはトライスターズ3点、クラブアイランズで6点という形にスコア変わっております。この中塚のキックはこの X テニオでは非常に注目を集める素晴らしいキッカーでもあります。期待に応える素晴らしいフィードを決めまして、まず得点を3点返す形に成功いたしました。その得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開となります。
アイランズリターンに入ります。リターンは10番これは、トライスターズもカバーよく、アイランズは自陣25ヤードからの攻撃という形になります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、トライスターズ3点、クラブアイランズ6点、双方とも片やタッチダウン片やフィールドゴールで得点を挙げまして、拮抗した展開のまま攻守の方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。